ニコニコレンタカーは株式会社レンタスが展開するレンタカー FC チェーンのブランドである株式会社レンタスが運営し2008年12月より FC 募集を開始2013年8月1日現在約1200点中古車を利用したレンタカー事業主にガソリンスタンドがフランチャイズ運営することで事務所駐車場等の設備費洗車 車両メンテナンス等の人件費を削減し、低価格でレンタカーを提供している。株式会社レンタスは、株式会社マイクとホームネットカーズ株式会社の関連会社であり、両社の主要取引先であるガソリンスタンド業界を中心として、フランチャイズ展開しているが、近年は自動車販売店、整備工場、カーショップなどの車関連事業者だけでなく、 その他のロードサイド業態での運営例も増えている。2019年3月1日現在、一部 FC 店の利益率が悪く、離脱が相次いでいる。改善案として、2019年2月にパーフェクト保証制度が導入し、同年3月にスマートフォンアプリ、ニコパスの運営を開始し、ウェブクレジット決済、会員情報登録により、支払いの手間が省け、 来店から出発までの時間短縮を図る。車両はすべて AT。すべての車両に ETC が標準装備されている。ただし、K1、K2 クラスの一部に MT 車が存在する。軽自動車やコンパクトカーからトラックなど7クラスの設定がある。例、日産、マーチトヨタビッツダイハツムーブと例、日産、マーチマツダデミオと例、日産、 キューブトヨタラウム棟霊、トヨタアクア棟霊、トヨタイプサム日産、ティーノ日産、ステージア棟霊、ホンダステップワゴントヨタツーリングハイエース棟霊、スバル、サンバー鈴木エブリー棟霊、イスズエルフトヨタタウンエースーレンタカーではあまり出回らない車も存在する。例として、ダイハツムーブのカスタムターボや、トヨタカルディナのターボモデルの GTT などがある。 ムーブカスタムアールリミテッドターボトヨタイップサムエアロツーリングありがとうございます